ヒバリクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ええー、とですね、話し始めますと、えー、まあ、あの、皆さんの顔が思い浮かぶっていうかですね、なかなかこのネットでお話をするのはいいですね。まあ、あの、実際には画面なんですけど、なんとなく皆さんのコメントだとか、私の研究会に所属している人の顔なんかが思い浮かんできてですね、 まあなんか、相手がいるところで話をしてるっていう感じなんですよね。だからこう自然に話ができるっていう、え、ことになるんだろうと思ってるんですね。で、今日は私のこの砂時計の中でも、っていうか私のですね、言ってみれば科学以外、まあ科学ももちろん含んでるんですけど、科学的な考えが元になってますからね。えー、人生で最も私がですね、びっくりして、かつ、ああ、そういう世の中がいいな、 そういう人生を送りたいなと思ってる部分なもんですからね。えー、まあこれは本当に何回でもやりたいと思うんですけど、お聞きになってる方はもう同じようなことを聞きたくないってこともあるんであれなんですが、えー、日本はですね、本当に珍しい国で、力は正義ではないと。この力は正義ではないっていうことをどうして発見していただいたのかと。古い日本がですね、古代の日本が。 それをなぜ今現代はですね、江戸時代まではまだそれが残っておりましたけど、明治になってヨーロッパ文明、力が正義だというヨーロッパ文明を取り入れてしまってね、佐久間さんが言ったように、和魂洋塞、本当に日本の魂を保ったまま、ヨーロッパの科学技術を入れればよかったんですけどね、それができなかった。今はもう本当に力が正義ということになってしまったわけですね。 力が正義っていうのはどういうことかっていうと、金の力、えー、腕力、それから知恵の力、地位の力っていう、そういう力でですね、他人を評価したり、成績つけたり、ねじ伏せたり、牢に入れたり、そういうことですよね。だから、力を持ってる人が世の中を支配しちゃうんですよ。 そうするとまあ今は腕力の強い人が世の中支配するってことはありませんけど、昔は剣が強いとかね。それから軍隊が強いとか、今でも実は戦争なんかしてますよ。えー、それで力のある方が勝つんですよ、不思議なことに。<laughs> まあ力があるから勝ちますよね。そういうことなんですよ。ジャニーの、ジャニーズの問題だって、えー、ジャニーが被害者の少年よりか力が強いから、それはあの、腕力も強かったでしょうけど、 それ以上に金の力が強かったから、ああいう悲惨なことが生まれた。それをまた日本社会がですね、残念ながら力が正義という考え方で、あのジャニーっていう人はもともとアメリカですからね。だからまあそういう考え方で、えー、自分がしたいことをすると。それで力でねじ伏せて、まあ本当に可哀想な人を山ほど作る。しかし、それをまた見て見ぬ,見ぬふりをする、 その日本社会というものがあったわけですね。NHK なんかを中心として。それがね、やっぱりこう、僕には辛いですね。で、力が正義以外に何が正義かという決め方ですね。力が正義だと決めますと、力を持っている権力、いわゆる権力猛者というのが出てきてですね。なんとしてでも権力を身につけると。権力を身につけたら人を屈服させられると。これは正義なんだという、そういうまあ考え方が出ちゃうんですね。 それは僕は匂いからして嫌いなんですよ。で、力が正義じゃないもののもう一つは、まあ、人格ですね。誠実な人なのか、恩義を感じる人なのか、慈愛を持ってる人なのか、そういうことでその人の偉さを決めるってことですね。まあその意味では本当に繰り返しになりますからね、聞いてる人はちょっとあれですけども、これよく聞いていただかないと、何回も聞いていただかないと、 今の日本がせっかく日本文化が古代に作ったのに、そのいい古代の考え方が利用されないですよね、えー。まあ今日はそのための教育がどうするかですね。小学校教育で主にですね。現在はもう完全に違いますので、力が正義であるということを子供に意識も教えてるんですよ。一つは国語算数、理科、社会を勉強させると。ですね、知力が高い方がいいんだと。 ま正義なんだっていうことですね。それから今度は、スポーツでも、100メートルとかバレーボールとか、そのそういう運動神経がいいことがいいんだと。あと、ピアノとか絵とか、そういう芸術が優れてる方がいいんだと。でも、最近の日本人はそれがあまり当たり前になっちゃってですね、それ以外になんかあるのって感じなんですよ。いや、実はそうじゃないですよ。それはあの、アマテラスオミカミの絵をね、まあ、いつも言うんですけど、アマテラスオミカミの絵を見ればわかる。 つまり、アマテラス大カ神という女性の形をした神様は、しなりと立ってて、知力があるかどうかちょっと表面的にわかりませんが、腕力はないし、金があるわけじゃない。じゃあなんでアマテラス大カ神がえ一番偉くて、その横に甲冑を着て、槍を持った軍隊が並んでアマテラス、アマテラス大カ神に仕えてるのか、ということですよ。それは アマテラス・オミカミが人,人として立派だからまああれ神様ですけど。<laughs> まあ神様と人と一緒にしますとね。つまり我々がひれ伏すのは首相でもなく大統領でもなく社長でもなく東大教授でもなくオリンピック金メダルでもなくノーベル賞受賞者でもなく単に人間として立派な人というのが我々社会の正義でなければならない。 どうして戦争をするんですかって言ってるんです。これは力が正義だからですよ。<laughs> 戦争で弱い者が勝つという戦争ならいいですよ。まあ、そんな戦争ってありませんけどね。戦争は強い者が勝つわけですよ。だから戦争するっていうのは強い方が正義だという原理がなければ戦争しないはずですよ。だから日本は対外戦争しなかったんです。あのね、日本人の多くは、この前の明治代以来のこっちですね。えー、ヨーロッパとかアメリカとかが日本に攻めてくる。 ロシアとか、それに対して対抗したことが日本の戦争だと思ってるんですけど。